阿弥陀寺は山口県豊府市群れにある下厳州の寺院。本尊は阿弥陀如来。紫陽花の寺として知られる。1187年東大寺従言により、東大寺の総別所として創建されたとされる寺。阿弥陀寺の住職は、津王国の国史の任に当たった。1484年に消失したが、大内氏の援助を受けて再興されている。かつては多くの達中を有していた。 東大寺再建のための木材切り出しに従事する妊婦たちのため、長元が設けたと言われる石風呂が文化財として残っている。また、広大に作られたもう一つの石風呂があり、毎月第一日曜日には石風呂が焚かれるため、一般入山者でも有料で入浴することができる。 三門の前で咲いているアジサイ1975年頃よりアジサイの植樹が始まり、1988年には、豊富商工会議所青年部なども植樹に参加。現在では80種、約4000株のアジサイが植えられて、アジサイ寺として知られるようになる。1989年以降は、毎年6月頃にアジサイ祭りを開催する。注文は1871年に、 東大寺書館の総門を移設したもので、本堂は1731年に、宇田毛都市への毛都市広瀬によって再建された。JR 山陽本線豊富駅より、傍聴交通の豊富天満宮、毛利邸方面の阿弥陀寺駅で、終点下車目の前。五木博之の百字巡礼ガイド版、第八巻山林、山陽講談社、2005年、140ページ。 豊富の文化財、石仏豊富の文化財、ありがとうございます。